世界50カ国以上撮影してきたんですね。あの自然、まあ、森だとか砂漠だとかいろんな生態系を。宮崎に帰ってきた時にやっぱりなんてこう美しい風景がここにあるんだろうっていうのが最初の印象だったんですよ。だけど宮崎の人はそれが当たり前で、うん、これそれは日中ずっと見てる風景だからこんなに美しいんだよっていうことを改めて、まあ、僕の、 あの写真で伝えたいな。世界 の、 あの森を撮影してきたんですよね。あの特にアマゾンの森だとか北米の森だとかいろんな森を撮影してきたんだけれども、アヤの森を見た時にやっぱりこう生態系って全部違うんですよ、だからアマゾンにはアマゾンの美しさがあって、アヤの森にはアヤの森の独特のこう生態系が生み出す自然風景の美しさがあったんで、アヤの森を歩いててですね、で結構自分のふるさとの森なんで、こう自分に帰れるんですね、こう原点っていうか、森の中に行けば結構こう自分がこう解放されて癒されるので、だからそういう意味でやっぱり自分をこう癒したいがために森に入っていく、そして撮影していくっていうのがやっぱり基本にあったんですね。森がこう自然にこう癒してくれるようなそんな感覚がありますよね。一番例えば綺麗な宮崎、特に綺麗な綾を撮影して、それをまず地元の人にこう見せてあげて、で再確認させてあげればもっと自分のふるさとを愛してくれるんじゃないかっていう、そういう気持ちは強かったですね。これ甘いよ、意外に。僕のライフワークなんで、それはずっと続けていきたいと思ってますね。